はい、それでは、時間になりましたので、後半、第2部を始めたいと思います。第2部はですね、討論会と、あるいは座談会と言ってもいいかと思いますが、もう少し広くですね、歴史的建築物の保存再生について、京都市京セラ美術館を手がかりに考えてみたいと思うわけですが、ちょっと聞くだけではですね、当然のようなことだと、いうふうにも聞こえるかもしれないのですが、なかなかそう、というのも、まあ、従来のですね、歴史的建築物の、まあ、再生というシーンではですね、まあ、例えば、いわゆる重要文化財とか国宝とか、いわゆる歴史的価値、あるいは文化財的価値が非常に高い建物や、まあ、起点位置を重視しているね。つまり何を残し、いかに守るかということを非常に重視していて、逆に言いますと、後半のですね、何を変え、いかに作るかという視点は、まあ、ないかのように扱われる。ほとんどないと言ってもいいわけですね。文化財的価値の高いものではない。ずっと、まあ、そう、さほど、まあ、重要文化財等ではないような建物。まあ、その街の中にあるですね、少し古い建物というような、建物の、こう、いわゆるリノベーションですね。リノベなどと呼ばれたりしていますけれども、まあ、そういう建物についてはですね、設計者が非常にこう自由に、アイデアでこう改装し、改修をすると。言い換えると、そこではですね、何を残し、いかに守るかという視点が逆に、欠けている。重視されない。もちろん気持ちとしてはあったとしても、それよりもですね、何を変え、いかに作るかの方に力点が置かれているような気がします。我々が目指す、まあ、いわば両立をさせたい、という意図が、あります。ちょうどですね、私たちがですね、数年前に、もう2、3年前になりますけれども、こういう本、をまとめました。田原洋さん、そして私、そして中山理恵という教員の編纂で、他に、複数のですね、方々に参加いただきながら、まあ、いわば保存されたテキストとなるような本をまとめたんですが、そこにですね、まさに、帯にですね、何を変え、何を守るのかという言葉が書かれていますけれども、何を守るかだけではない、あるいは何を変えるかだけでもない、何を変え、何を守るか、その両方の視点が常にいる。それでこそ、活用を前提とした歴史的建築物の保存再生というものが可能になる。まあそういうふうに、強く感じているところです。まあそういうこともあってですね、今日はその両方の視点にこだわってみたいという意図があってですね、このような二つの視点を提示いたしました。今、花田さんがですね、まあ、青木さんの、まあ、批評、あるいは評論、あるいは感想と、花田さんはおっしゃいましたけれども、述べられたわけですけれども、それを聞かれて、青木さんからですね、あるいは、まあ、その後で結構ですが、最初にですね、田原さんが、趣旨説明された、話で、こう、何か印象に残っていることがあったらですね、ちょっとお話しいただければと思います。お願いします。はい。原田さんが言われたことは、そう考えてやったのかって言われたら考えてないとしか答えないんですが、そういうことだろうと思いますっていう返事でいいのだろうか。っていうのは、昔ね、書いたっていうか、実際のリノベーションの仕事があって、それは、新潟の、あれは、なんて言っちゃったかな。安塚って言いました。その町に、蔵があるので、それを改修してほしいって話があったんですよ。それで、おお、そうですかっていうことで見に行ったの。
そして見に行ったらば、ボロボロの小屋で何を保存しようとするんだろうってね、よくわかんなかった。ね。でもよく考えたら、これは素晴らしいプロジェクトだと思ったのね。っていうのは、普通回収っていうふうに言うと、なんかそこのに、例えばレンガで作られてると、レンガをすごく素晴らしいから、レンガを残そうと。で、だけど、同じ時に作られていても、そっち、モルタルでできてるところは、これはあんまり良くないから、これは壊してもいいけど、レンガだけは残そうっていうふうにして、価値判断が入るじゃないですか、そこに。で、その価値判断っていうのは言ってみれば、あ、原田さんの言い方で言えば、意味論なんですよね。それを、が、の上で、それを使って、リノベーションするっていうのは、大変暑苦しいな、というふうに思って、モルタルもレンガも同列に扱う。まあ、極端に言えば、レンガは全部壊すけど、モルタルだけ残すっていうやり方やったらどうなんだろうかっていう妄想したことがあって、なんかそういう、なんか文章を書いた記憶がなんかあります。まあ、そういう意味で言って、基本的な、新築であれ、多分、リノベーションであれ、そこに意味を見ないっていうのは、かなり、一貫してそうなんだろうな、というふうに思っていて。で、っていうのは、どのものにも、それなりの、いろんな意味を持ち得るな、という気がしていて、最初からその意味を限定してしまうのではなくて、そこに違う意味を発見するっていう方に興味があるだろうな、というふうに思うんですね。で、例えば、今回の建物で言うと、その日本趣味の建築、まあ、いわゆる言い方としては定観様式の建物は、やっぱりちょっと変なところがありますよね。デザインとして考えると。標準的に考えるデザインの良し悪しで言うと。で、そこに好きとか嫌いとかっていうのを持ち込んでやるっていうのは、どうも苦手であるっていうのがあって、むしろ、その、立派なデザインって、いわゆる思われているものも、全然立派じゃないと思われているデザインも、同じように見えるところまで一回、こう、目を洗うというか、した上で、そこから何ができるんだろうって考える方が、まあ、好きだということなのかなと思うんですね。まあ、その意味で、まあ、原田さんが言われた4つの点とかは、いや、全くそうだなと思います。それから、僕の、今まで作ってきた中の文脈で言うと、まあ、僕が言うよりもはるかに上手に言ってくださいって、ありがたい感じですけど。で、まあ、ただ、今回のテーマで言うと、やっぱり、例えば僕の場合で言って、価値判断をそこで持ってないとすれば、まさに何を残して何を守るのかとか、あるいは、第2部のもう一個のテーマとか、何を変え、いかに作るかっていうことですか。その問題につまり答えられないじゃないかということになっちゃうわけですよ。で、それでは、ちょっと調子悪いなという気はしていて、だからその辺のテーマがすごく重要であると。で、多分、最初に、田原さんが言われたのは、そこに一周して戻ってくるきっと話で、まさにそこが最大の問題なんですね、きっと。保存というのと再生というのはまず矛盾することでもある。ただ、再生って、そういう使える状態にしないと、保存できないです。保存してなければ、それは再生と言わないしっていう。まあ矛盾しながらも、そこは噛み合わざるを得ない。で、それは、ある意味で、建築家という職能が取り組むべき問題だろうな、というふうに思います。で、まあ、僕のこう画面の中に Q&A でいろいろ、こう、書き込まれていくものっていうのは、こう、
見えるんですけども、それは後で質問の答え、コーナーでやるにせよ、やっぱり、いくつかの質問の中に、やっぱり、こう、価値判断がないと言っても、リスペクトはしてるわけですよ。その残すべきものに対して。そのリスペクトというのは何をリスペクトしてるのかっていうのは、すごく重要なことだろうなと思っています。だその、まあ、その辺のところが、この何を残し、いかに守るかっていうテーマにつながるといいなと思ってますけど。ありがとうございます。原さんは、いかがでしょうか。お二人のお話に対して、ね、お願いします。はい。いろいろこれからまた面白いお話が展開すると思うんですけど、まず、花田さんの、やっぱりこう、保存再生は設計であると。僕も保存再生っていうのは、保存再生っていうのは設計行為だと思ってます。それで、ただ、今日本の問題は、その設計行為であるにしても、あまりにもその保存修復の理念を、一般のアーキテクトが知らない。それはやっぱり常識として知った上で自分のそのクリエイティブな作業をそれに乗せていくということをしないとですね、どっかで大きな間違いをする危険性があるわけですよね。それをもうちょっと大学でも教育しなきゃいけないし、世界のその保存理念というのはこういうことがベースになってやってるんだよってことは少なくとも建築学科でやんないといけないんですよ。それは歴史家だけが知っててもダメな話で、ということをヘリテージアーキテクトの講座では僕は非常に期待してる。一般の設計士の方、一級建築士の方々が、保存理論は十分理解していると。その上で僕はこういうデザインをするんだっていうことが一番僕は理想だと思うんですね。それと、青木さんがずっと言われてる、馴染ませるか、区別するかっていうことについても、僕常に気になってるのは、日本の歴史家もそうですけど、今まで日本の保存修復っていうのがあまりにもこう馴染ませ型だったので、世界遺産に加入した途端に、ヨーロッパのいろんなその対比したデザインというのが紹介されたりするわけですよね。そうすると今文化財の方々も新旧の対比をするのがいいんだというふうに言われる方が多いんですが、本来そうではなくて、調和と区別が大事だというふうにいろんな理念では言ってる。つまり区別も大事だけど調和もさせなきゃいけない。高度なデザインなんですよ。だけど日本の建築雑誌では割と向こうの現代建築家がやった対比の強いをやった紹介するわけです。でもヨーロッパでは決してそうではなくて、なじませ方だって十分あるわけですね。で、調和しつつ区別できる。その区別っていうのは、はっきりと違いがわかるのから近づいてみればわかる。それから例えば材料のところに、2020年っていう刻印が打ってあるとか、それから青木さんからのファイルもそうですけども、近づけばわかるわけですよね。それが何も遠くからそのレンガとガラスで分離されてるとか、そんなことは決して正論ではないわけで、それが日本ではかなりね、誤解されてるというか、区別つければいいんだみたいなことを言う人が多いんですけど、決してそうではない。調和も非常に重要なわけですね。それから歴史の重層化ということで言うと、これも一般的にはその過去の歴史が重層しているのが重要だと言うんだけど、そこに現代がいかにこう重層するかも非常に重要なんです。100年後の人が見たら2000年に何をやったかっていうのが全くなければ寂しいじゃないですか。それやっぱりその現代の手の加え方も残していく必要があるので、歴史の重層化っていうのは何も過去のまあ、これもですね、重層化って昔はなかなか言われなくて、当初に戻すのが一番いいみたいな思想が文化財ではあったわけです。今やっとその全ての時代の貢献を残しましょうっていうんで、重要文化財でもいろんな時代のものを残していく。今度、工事が終わった富岡製糸場のものなんかはかなりこう思い切っていろんな時代のものを残してる。そういう、まあ、重要文化財もできる時代になったんですが、指定文化財の場合は特に難しいのは、現代の手の加える方法がなかなかこう認めてもらえないというかですね、それはやっぱり日本の建築家に対する信頼感のなさだと、基本的には。
青木さんのような優れた方が全部やればいいんですけど、やっぱりね、日本の建築家って社会で信頼されてないんですよ。あんな奴らが文化財に手を加えたら何やるかわからんっていうのがあってですね、やっぱり過去を守る方にどうしても行ってしまう。ヘリテージアーキテクトっていうのはまずそこを超えなきゃいけないなっていうふうに思ってまして、勝手なことを喋りました。そんな人です。はい、ありがとうございます。そうですね。難しい。今日、青木さんと、それから、それに加えて、花田さんがお話しいただいたことは、いわゆる、今、田原さんからもお話があって、何を変え、いかに守るか、そこを加えて、何を変え、いかに作るかという視点で取り組んだものではないような気もするんですね。それは、さっきの花田さんの分析からもそういう気がしているわけですけれども、で、だからこそ逆に、こういう視点を設定すれば、設計の仕方に対するある種の批評になるんじゃないかという、あるわけですけれども、少し気になる点、ですね、何を残し、いかに守るかっていう視点で、少し青木さんの建物の、京都市京セラ美術館を見たときにですね、いくつか気になる点があって、ちょっと最初にそれを聞いてみたいなと思うんですけれども、例えばですね、大階段の部分は、守られている、わけですけれども、しかし一方で、実際に行ってみると、あそこはなかなか、その真下に、地下に潜ってしまうもんだから、ほとんどの人が見ないという、部分でもあるわけですね。もしあそこに、玄関を構えていったら、まさにあそこを通るかもしれないけれども、地下にあるがためにそれを吹っ飛ばしてしまう。で、それは、文化財の関係者から言わせると、それは守ったと言えるのかというか、あるいは活用していると言えるのかっていうかもしれない。あるいは、基壇を下げるっていうものも、何か改変しているという言い方もできるかもしれない。あるいは、青木さん自身が躊躇しながらおっしゃってた、2階の、大階段室の2階の窓枠がですね、変えたようには見えない。元からそうあったように、ドアであったかのように、手を加えられる。これは守ったと言えるのかっていう、従来の見方からするとそうかもしれないですね。おそらくそうだと。文化財の人からすると、けしからんということかもしれない。それに対して、青木さんは何かお答えになる、としたらですね、どういうふうに答えられますか。京セラ美術館を再生する過程でも、歴史家の方、あるいは文化財の専門家が関与しておられたのではないかと思うんですけども、そこではそういう議論にはならなかったんでしょうか。そのあたり、ちょっと、まず、西玄関の立派な空間、大階段のところの話なんですけど、実際問題としては、今、それをやり残してるなという気が強くしているんですね。あれをうまく使え、まだ使い切れてないというふうに、本当に思ってます。それは、でも、あくまで、設計した時の予算上の問題と思っていただけるといいんですけども、あれご存知のかどうか、多分ご存知だと思うんですけど、ドアのところにシャッターが入ってるのご存知ですか？あれ、後で付けられてるシャッターなんですね。それが非常に見苦しいんです。で、まず、あれを、いい状態で元に戻して、かつ使えるようにする。使い方の一つは、あそこのドアを開けて、昔の玄関のように、そこからも入る機械を作っていくとか、出入りするっていう機能。例えば、その中で、今回のは美術館なんだけども、一種のレセプションみたいなものとか、音楽会やるとか、いろいろな使い方を考えてるんですね。それが、機能がクロスするような場合に使うことができる第二の玄関になり得るんです。言ってみれば、中で、簡単な音楽会やるときの小さなホワイエ的機能が使えるんですね。
まあ、そういう時の使い方をするには、ちょっと今の状態ではうまく使えないですね。それがちょっと寂しい。それから、これは、まあ、登録有形文化財にようやくなったんですけど、まあ、十分になることをむしろ目指してやっているんですが、十分になると、今の現行法規に必ずしも従わなくていいことが多くなりますね。だけども、安全性ということで言えば、やっぱり守んないと、安全性をないがしろにして保存っていうのは多分ありえないことなので、やっていくと。だからその意味で言うと、ちょっと今の玄関のところは、今のままではスプリンクラーついてないので、使えないという状態があるんですよ。その辺でまだちょっと未完成だって思っていただけると助かります。それから、一個大変気にしているのは、今日の最後でも触れた、窓だったところをドアに変えてしまって、それがあったかもオリジナルのように見えるかもしれないっていう。これは本当に今でもわからないんです。ただ、それしか方法がなかったということも言えて、そこにブリッジを向こう側に東西を通すってことは、本当に重要だと思いました。今回の場合に。で、それがあることで、この建物の、空気が変わるっていうのかな。なんとなく山でこう閉じこもった、重厚でいいんだけど、ちょっと怖いというのか、よどんだっつったら、ちょっと語弊があるかもしれないけど、その感じが、いい感じになるには、ブリッジがどうしても必要なんですが、いや、機能的にも必要なんですけどね。それをやるためには、どうしてもドアにしなくちゃいけないっていうのがあって、で、そうすると今度はドアにするときに、そこになんか、新旧がわかるようにするかっていうとね、それあざとく思えたんですよ、どうしても。なんでそんなことしなくちゃいけないのか。で、この建物が持っている雰囲気のままでそこはできることなので、記録は作れるわけだから、それから直したというので、まあ、やっぱりこれは、あったかもいざに見えるかもし、見える、だけども、そっちの方がいいんじゃないかと。それはできるんであれば。で、普通できないんですよ。下の下足室なんかは、耐震補強もあったから、タイルを一回剥がして、もう一回貼り直すとかやると、どうしても割れちゃうタイルがあって、足りなくなるから、タイルを焼き出さなくちゃいけない。同じタイルは作れないから、やっぱ違うんですよね。で、これは同じにしようと思っても、分かっちゃう違い。で、これはいいと。で、2階のところは、やろうと思えば同じに見えるようにも作れるんです。で、それをわざわざ違うように見せるというのも、また違うのではないかっていう、その辺で悩んだっていうところですね。だから、自分なりにもちょっとそれは正解かどうかよくわからない。で、実際、この建物を、設計したりしている間に、京都市の中の文化財保存課でしたっけ？の方々とか、文化庁の方々、それから、石田純一郎先生、にいろいろ見ていただいて、確か石田先生もあそこは迷うとこだっていう、これでよかったのかどうかっていう、留保されてたような気がします。答えになってますか？すいません。いいえ、なるほど。つまり、非常にちゃんと検討されて、あるいは、玄関のところも、これ今後の課題として、今後、使っていく予定もあるということで、理解しました。ま、窓枠に関しては、あれがあるからこそ、いわば、先ほどの映像研にしての出すまではありけれども、シームレスに、現実なのか、非現実なのかが分からない部分があそこにこそある、ゆえに、面白い部分ではあるけれども、残すというか文化財的な、点で言うとですね、難しい。まさにこう、両義的なところで、まあ、非常に面白い部分でもあるなというふうに、思いました。田原さん、奥さんがなさったそういう残し方、何を守る、何を残したに守るかという点で言うと、いかが、どんな感想をお持ちですか？さっき申し上げたように、やっぱり区別、調和と区別というものを建築家がいかにこうデザインに反映させるかということで、
かなり青木さん、西田さんの設計は成功していると思います。で、それともう一つ僕は素晴らしいなと思うのは、そのプロジェクトにあたる関係者の姿勢といいますかね、やっぱり青木さん前にも言われてましたけど、こういうのはすっきりしないと、どういう回答の仕方をしても、なかなかすっきり、新築のようにすっきりはいかないんだっていうふうに言われてまして、まさにその通りで、いろんな多様なその解決策がある中で、どうしてこれを選ぶかっていうのは、やっぱりより多くの関係者を議論しながらですね、そのプロセスをいかにこう、正しく、たどるかっていうことしか僕ないと思ってます。だからこれはめんどくさいから我々だけで決めてしまおうとかですね、そういうことをやり出すと、おかしくなる。だから、できるだけ気になったところは多くの関係者の意見を聞いて、まあ、よく文化財なんかでやるのは、委員会を作って、専門委員会を作ってやるわけですけど、そういうのもそういう、まあ、正しい回答へ至るための一つの保険なんですよね。だから何も建築家が全部責任を負う必要もないし、負ってはむしろいけない。いろんな人の意見を聞きながら、それを調整しながら、最終的に、できるだけ理想に近いものに仕上げていくっていうのが、こういうヘリテージに対応する時の建築家の姿勢だろうと僕は思ってます。その辺がちょっと新築とは違うだろうなと思います。まあ、言い換えると、先ほどの窓枠のような話でも、ちゃんとしたこう明確な意図のようなものがはっきりして、みんなで、なるほど、それだったら行こうという判断がなされていれば、それはいいんじゃないか、そういうふうことを。そうですね。それとやっぱり一般の建物ではなかなか難しいですけど、日本の文化財では非常にこう、報告書がしっかりしてて、そのビフォーアフターがよくわかるわけですよね。だからそのドキュメントの大切さっていうのも合わせて考えないと、現場で分かりづらければドキュメントを見れば明確にわかるっていうことになってる。そういうのも重要だと思いますね。花田さん、設計、まあ、保存再生は設計だというふうに、おっしゃってたわけですけれども、その中でこう、何を残し、いかに守るかという視点っていうのは、どのように位置づけられるでしょうか。いや、まあ、一言でなかなか 言えるわけではなくて、ちょっと今日、まあ、後でまた、もし時間があれば少しスライドも用意してますけど、要するにこういろんな評価の指標ってあるわけですよね。それで、既存の建物に何らかの変形操作を加えてこう新しくしようとするときに、変形操作の根拠がいるから、その建築計画的な評価ですね。まだまだ使えるとかですね。歴史的な評価もこれしかないとかですね。希少性とか、経済的な評価とか、まあ、全く個人的な思い出みたいなものもあるかもしれないし、いろんな評価の指標っていうのはあり得るので、本当に一概に保存再生の問題っていうのはその一般化できないと思うんですね。で、場合分けはできる。その評価の指標を列記するっていうようなことはできるんですけど、そのうちのどれとどれをどう組み合わせて、どれを使って、その評価に従って、ものをどう変形、ものの何をどう変形するかっていう問題っていうのは、本当に一概に言えない。で、そこを、まあ、田原さんおっしゃるように、その、ちゃんと悩めるようにならないといけないと思うんですね。で、日津小学校の場合も、本当にいろんな派手な案を最初のうちは作ってましたし、で、それにやがて、その、これではいけないって気がついたのは、重要文化財になるかもしれないっていう新たな評価が加わったりしたからなんですね。あるいは住民の方からの意見もあって、で、そういうの中でだんだん公案が一つに収束していくので、まあ、設計事務所っていうチームだけじゃなくて、まあ、これも田原さんと同じ話になっちゃいますけど、まあ、より広、たくさんの専門家のチームによって、何らかの目標を設定した上でですね、調整していかないといけないのだし、そこが、面白い作業だなと思うんですね。で、
いいですか、青木君って言ったら、青木さんに質問が一つあるんですけど、意味論的操作はしてないよねとか、こういろいろ、すごい、だけど非常に得意な形態を挿入してるよねって話をいろいろさっきちょっとしまして、僕は玄関のガラスの部分よりもですね、台吹き抜けのところの両側につけたブリッジと、それから螺旋階段がむしろ気になるんですね。デザインはどうやって決めたのかって話をちょっとしてほしいんですよ。はい、あれ、空間に最初か、ごめんね、階段から上がって入った瞬間に、あ、サヴォア邸だと思ったんですね。で、本当に白い螺旋階段も真っ白い手すり壁も、それから細い、真っ白い丸柱まであったので、バカな連想ですけど、サヴォア邸に見えたんですね。で、青木さんたちの意図は全然分かんないけど、勝手にそんなことを想像して、それで前田健次郎が生きた時代ってまさにそうでしょ。でやったデザインは全く違うけども、それからパリ万博の日本館の坂倉案の前の案っていうのは前田健次郎だったって言われてるっていう、でいろんな勝手にそういう建築史的なその連想もあったりして、仮にそういう建築史的な知識がなくても、吹き抜けの中に何かああいうインターナショナルスタイルを連想するようなモチーフが入ってると、違和感を感じないのかなってこう思ったんですね。普通の人でも。なんかね、で要するに単純な質問、あれどうやって、デザインどうやって決めたのか。あれほど対比的なことはないと思うんですけど、はい、いかがですか？あれは対比的なんですよね。どうしてかっていうと、ない要素だから、今までなかったものなんですよね。で、その時に例えばちょっと今写真出さなくても分かりやすい話だから言うと、あそこの第一陳列室っていうのは、いわば上にこうコーニスみたいにね、ずっとこう回ってる要素が、装飾があるわけですよね。で、その装飾が実は上のところには、ものには来ないといけないっていうのがあそこの作られ方なんだけども、それを真似するっていうか同じ方法を使うっていうのはできないでしょう。っていうか、やっちゃうとそれは本当のフェイクになっちゃうなという感じがする。だから上側に何か頭がいるっていうかな、頭がいるっていうためにまず木を使うっていうのが先にあるんですよ。一番こう、例えば手すりがあって上にこう木が回ってるのね。かさぎが乗ってる。かさぎ。あれ非常に僕も不思議に思いました。で、そのかさぎというものが何かいるということは分かる。それが建物が持っている作られ方だから、笠木ないという場所はないんですよね。だから笠木はいると思ったんだけど、同じ笠木は使えない。で、どの笠木がどういう大きさであったらいいのかっていうのがめちゃくちゃ悩んだことですね、あそこで。それから建物には基本的に階段で円弧っていうのはなくはないんだけど、半円形のがね。だけどそれは大きい円弧だし、いわゆるカーブしてるなっていうカーブじゃなくて円弧なんですよ。で、だけど部屋の中に、もし直線だけで作ったらすごく変な感じがするんですね。だから端っこのところでカーブさせて、ちょっとこう空間にこうせり出すようにした方をしないとうまく収まらないっていう感じがあって、部屋に何か足した場合に最も違和感がないのがあれだったっていう感じなんです。で、まあ多分それは前田健次郎、本当にそうですよ。パリ万博の最初、前川、確か、ま、彼がコンペ勝ったはずなんだけど、ある意味で、その当時の建築家って渡辺仁もそうだけど、いわゆるクラシックだっていうか、建物の作り方と、
モダンと両方やるでしょう。で、その中にさほど、実は、大きい違いを本当に感じてたのかどうかわからないところもありますよね。だから、あの空間の中に新たに作るとすれば、消去法ですね。これしかなさそうだっていうような感じでできていって、論理的ではないですけど。うん、だけど、まだそこもやっぱり、わからないところです。正直言って。なんか、ある意味では昔の第一陳列室とはだいぶ違う雰囲気になったなって気がする。だから、そこが良かったのかどうかっていうのも、ちょっと考えさせられます。はい。すいませんね。なんか、明快なことになりそうにならなくて。いや、これは、一回切ってみたいなとずっと思ってて、いや、全然、素晴らしいと思ってて、で、今、笠木の話から始まったのが、いかにも青木さんだろうなというのが、笠木がいると思ったっていうのが、それは他の部分の石の、例えば階段なんかのところで必ず乗ってるかっていう、うん、そういうようなことからの連想ですか。連想っていうか、どの部分にも笠木的なものがあるんですよ。あるから。うん、で、あそこの中で笠木がないのは2箇所しかなくて、我々が設計したところで、その今の第一陳列室にあるエレベーターシャフトの上はそのまま切ってるんですね。それからガラスリボンのところの上につく手すり、これもそのままで終えてるっていう。2箇所だけ、あえて笠木をつけなかった。で、そこは私説明される、しろって言われると難しいんだけど、そこで笠木があるとやっぱりキッチンになっちゃう。という、ただ そのなんか判断になるんですよね。そこはちょっと本当に難しい。なんて言えばいいか分かんないですけど。今おっしゃったその判断っていうのは、その空間の条件を全部読み取った上で、やっぱこれしかない。うん。まあ、やり方としては、これ毎週、西澤さんの事務所とうちで一緒にやってるから、いつも同じ場所でやってないでしょ。だから、土曜日は毎日、毎週、朝から会って、議論するの。で、そうすると、いろんなみんなが案を持ち寄っていて、延々と、これ、笠木どうするかっていうだけで、まあ、本当に一日やっても終わらないんで、じゃあ、とりあえず全部パース作ってみようとか、全部模型作ってみようとかして、でそのうちなんか、何週間かしてる間に、なんとなくやっぱこれだよねっていう、合意に達するみたいな感じで、はたから見てると何考えてるのか分かんないかもしれない。うん、自分で言ったことに無理やり引き寄せるつもりは全然ないんだけど、今、笠木の話を青木さんが僕の質問に対して真っ先に持ってきて、砂防堤のさの字も出さずに説明し尽くすっていうところがさすがだなというか、思うんですね。それでさっき広い意味でのリノベーションっていう言葉を見つけてきたんですけど、中でも要するにその意味を担ってるようなものは全部こう排除していって、一番本質的な形式みたいなものをね、既存文に出すんだ、でそれをいじるんだっていうふうにまあ言っていて、でその本質の一つに笠木なんていうものを挙げるセンスっていうのが、やっぱり僕はすごい保存再生っていうものを設計として捉えてるっていうことの一つのシンボリックな、 なんか話だなと思って今聞きました。ちょっとわからないのは、まあ、意味、笠木っていうのはある種の意味本というふうにも聞くんですけれども、その意味を見ないで、携帯読むに還元したときに、でもやっぱり笠木が出てくるっていうあたりの判断が、よくわからないところがあります。もちろん意味論、僕も意味論はよくない、意味論でやるのはよくないっていうか、まあ、ろくなものにならないっていうのは、感じています。で、やっぱ携帯、ある種の携帯論で攻めるべきだ、意味を剥奪していくべきだというのにも賛成なんですが、ジム、でも実際にやっておられる作業を見てると、そこに本当に
意味はなくなっているのかっていうふうに見えてしまうんですけれども、それについてはどう思われますか。それは僕に質問してるんですかね。あの、例えばその第一第一室っていうのはちょっとアールデコっぽいとこあるよね。こう屋根の天井の方になってくると、こう、だんだん折れ線になってくるみたいなね。で、作り方がね、ともかく上が装飾が入っちゃうんですよね。この前、あの、この設計の中作られ方っていうのはね。で、だから、下の方が結構スッキリしてても、上の方に行くと、それがこちょこちょこちょってしてくる。で、まあ、あの、人がいっぱい通るところに関しては、かなり装飾を本当にやる。うん、繰り方が入る。ね、感じ。だけど、そうじゃなくても、基本的に入れてくるんですよ。だから、この設計のされ方っていうのが、ずっと上の方に、こう、意識が強いもので。で、まあ、それに、こう、あるから、今度足元どうするかっていうのがあって、で、展示室とか、基本的に非常に太い、今から考えれば太い幅木がずっと回ってるわけ。で、普通そうすると、今度はその幅木の、あの、素材をずっと揃えていくとか、なんかしたくなるだろうと思うんだけど、この人変えちゃうんですよね、途中でね。じゃあ、モンガン使ったり、木使ったり、違う石使ったりとか、ね、で、その辺のなんかこう、足元は、上はかなり白なんですね、全部で。白いもので、携帯だけで作ってるのを、下の方は素材で変えるっていうやり方してて、これもこの特徴だなと思って、この建物の雰囲気を作る特徴だなと。で、まあ実は、あの、中央ホール、第一列室の足元は、確か木の幅木じゃなかったんですよね。で、それを残したかった、石の幅木をね。ただ、工事の問題で残せなくてすごい悔しいとこで、あれ本来は、あそこは石でないと収まってないという気はする。まあそういうふうに、実はそのデザインの特徴、それが、あの、景観様式と呼ばれるかどうかっていう以前に、その建物としてのある意味の一貫した、こう、法則が あるんですよ。それが建物の雰囲気で作ってるわけ。だから、その雰囲気を作っている操作方法というものは、に準拠するっていうのが出発点かなと思うんですね。うん、で、その時素材が変わっても、まあ、しょうがない。形が変わってもしょうがない。ただ、方法は変えちゃうと、別物になっちゃうっていう、そんな感じですかね。つまり、なんかこう、元あるものをかなり抽象化して捉える。うん、ある意味を配置するっていうことですね。そうそう。はい。元からあるものも、設計してる人間の中で意識してるかどうかは別として、かなり抽象化したレベルのものがあると思います。うん、あるから、その人の作風が結果的に出てくるわけなので、うん、やっぱあると思うのね。うん、いや、それは、どんな人が設計してもある。うん。で、それはすごく面白いことで、うまい下手とかっていうのをまた別次元で、どの人もその人なりの、まあ、僕の言葉と空気ってことになっちゃうんだけど、空気が生まれちゃうんですよね。で、その空気が生まれちゃう理由は、使った素材とか何かではなくて、まあ、それもあるけども、それ以上にどういうふうに素材体を使おうとしてるかっていうもの。まあもしかしたら癖って言ったらいいのかもしれないんだけど、そういうところじゃないかなと。うん。その、まあ、空気を読むっていうのがある種、途中でおっしゃってた、まあ、リスペクトするっていうことと同じです、うん。うん。だ空気そのものを、が重要というよりも、空気を作ってる方法は何かっていうことだと思うんですね。で、その方法は、残念ながら、半田さんの言い方じゃないけど、言語化すごくしにくくて、まあ、したいとは思いますけどね。うん、あの、言語化すごくしにくい。だけど、あるので、まずはそのあるものを自分の中で、それを操作できるように、身体化する必要があって、まあ、ある意味で、その、その人になりきるっていうか、時代がもう違うけど、その人がやったとしたらどうなるか、みたいな、っていう、まあ、もちろん間違ってるかもしれません。解釈してるんだけど。うん、だけど、そういうふうに、次元で考えるしかない。
その人っていうのは、その、ここで言うと前田健次郎。前田健次郎。この場合はそうですね。はい、もちろんこれ前田健次郎は全部設計したわけじゃなくて、前田健次郎がコンペに勝って、実際京都市のエージェント化がかなりやってるから、うん、しかもそこに職人さんが結構自発的に参加してるはずなので、うん、どこまでが前田健次郎かって分かんなくて、作り手としか言いようがないんですけどね。だから当時の京都の職人さんに共有してる何かあったのかもしれない。そういう前田健次郎になりきるという言い方をすると、一般的には、やっぱりデザインのソースを見つけて、それをこうイミテイトするっていう方向に行きそうなんだけれども、そうではない、うん。それ時代は違うし、だから同じ人でも時代が違ったり、状況が違ったら違う回答になるから、語彙っていうのは僕重要じゃないと思っています。だから、そういうのは変わっても一貫してるものがあるんだろうと。ただそれも、はっきりと DNA みたいにこれだって言えなくて、うん、それ自体もいろんな変化、いろんな側面を持ってるから、どの側面として自分は捉えてるのかっていうのは、なるべく意識しようとは思うけれども、その本当にそうであるかどうかはわからない。なかなかこう、普遍化しにくい。みんなで共有するのはなかなか難しそう。うん、普遍化っていうか、マニュアル化はできないかな。マニュアル化ができない。うん、田中さん、田中さんがこう分析されたことに近いような気がするのですが、いかがですか、今の。いや、その通りだと。決して奥さんは前田健次郎ならどうしたかなとか、思ってはいないと思うんですね。で、当然、僕、例えば、秘書学校やるときに、松村さんのことは一生懸命調べましたけど、松村正恒がもし生きていたら、こんなにうまくは保存再生できなかっただろうと僕は思ったんですよ。彼に頼んだ。で、松村になろうとなんて思いもしなかったですよね。で、そう、彼ではできないことっていうのをしないといけないんだって、保存再生っていうのはっていうふうに、まあ、チームで考えていったと、まあ、結果論ですけどね、まあ、思います。ただ、その時に当然ですけど、そのオリジナルの設計者の手法についてはいろいろ分析してるんだけど、そこから何をこう引き出してくるかっていうところが、まあ、同じ話になるけど問題で、僕は羊小学校の保存再生が終わって、その報告会を兼ねた最初のシンポジウムの時にですね、会場から本当にあ、そ、素直な質問、あ、やっぱり出ますかと思った質問があって、あれは全部でもともと2棟あって、で1棟ちっちゃい教室を増築してるんですけど、どうしてそこは切り妻屋根じゃないんですかって聞かれたんですよ。でどうしてオリジナルの2棟の外観のデザインと違うんですかって質問が出たんですね。でこれはね、あ、やっぱりそういう質問が出るかって思ってむにゃむにゃと答えましたけども、それこそちょっと言語化しにくいですよね。大草さんに言えば、さっき言った言葉で説明ができるところのちょっと先にあるような気がやっぱり正直言ってします。 その程度のことですらね。だから青木さんがその定款様式っていう風な、そのもっとこう厄介なスタイルを抱えた建物とこう格闘する中で、だから増築した部分にどうして瓦屋根乗せないんですかとか聞かれたらどう答えるんだろうって思うんですけど、これは自分で困る答えなんだから質問しちゃいけないだろうなってさっきから思ってはいたんですけど、まあ。でもそれは単純に増築だからですよね。だから、増築だから、全く同じもので作ることはできるじゃないですか。様式としてもね。コピーしていけばいいんだから。だから それは増築であるということを隠すことになっちゃう。偽ることになるんだよね。それはできない。でも、それを、別物として、昔のものにアタッチメントみたいにくっつけちゃったっていうのも
なんかいやらしいことだ。どっちでもない、その間に持ってかなくちゃいけないっていう。僕も大体そんな感じのことをしたんです。木槌に関してね。うん、それから、代官山ヒルサイドテラスもあの時例に挙げたかな。その、牧さんが第1期、第2期、第3期とこう、自分自身を参照しながら、増築を重ねていく中で、デザインがどんどん変わってってますよね、先生っていう質問に対して、それは同じことできるわけないじゃないですかっていう答え方をされてたことがあったと思うんですけど、うん、でも大会版の場合っていうのは明らかにデザインの原稿が違ってますよね、うん、その前に作ったものをリスペクトしてるというよりもどんどん表面装飾的になってくるね、うん、まあどうでもいいんだけど今の話関係ないけども、うん、まあそれたまたま同じ人がやってたっていうだけで実は相当違う風な装飾の仕方をしている、うん気がするってね。そうそうそう。なんとなくリスペクトしてるかなっていう期待するぐらい。いや、まあちょっとそういうなんかね、だからちょっと今日言い方、僕もそのわざとちょっとわざとその意味論的な継承っていうのは問題だというふうにわざとちょっと強く言ってるんですけど、うん、それに代わる保存再生のデザイン手法っていうのかな、まあ、それこそ言葉にならないのかもしれないんですけど、そういうことをこうちゃんと自分の頭で判断できるような人が たくさんできるといいな、そのキッチュなものじゃなくてね、うん、まあ、それがこのヘリテージアーキテクトっていうのを目指してるんですよ。思うし、京都市美は本当に大胆な答えでそれを示してる、まあ、最後に言ったことですけど、いいお手本なんだなって思ったってことなんですね。まあ、実際設計が僕のとこだけじゃなくて西澤さんと一緒にやったっていうのも良かったかもしれないし、うん、それからこれデザインビルドっていう方法には権限の問設計のデザインの権限の問題にいろんな問題が付きまとうんで、手放しに素晴らしいと思わなくて、いろいろ課題を抱えた方法なんだけども、結果的に昭和設計っていうところが、まあ、大手の設計事務所が一緒に設計してもらってくれた。それも良かったと思うのね。その中立的な、こう、ものにこう持ってくるには。だから、コラボレーションしながらできてるっていうのはいいことかもしれないですね。はい。田原さん、いかがでしょう。今、なんていうか、こう、意味を用いらずに、つまり携帯をそのまま模倣して、イミテートする、ね、ではなく、ある種の抽象化の作業が必要だと。それが、ある種、こう、古い建物のをリスペクトして、まあ、ある種その特性を残していくことになるというようなことになるかと思うんですが、その抽象化の作業っていうのはやっぱりなかなか難しい。難しいですよね。それとやった設計者の顔が見えてる建物と割と匿名性の建物では違うので、割とリノベーションというのは匿名の方がやりやすいっていうのは、人が見えないから物として倉庫とかを何かにする方が、よっぽどやりやすいっていう感じは設計者としてあるんですけど、やっぱり僕が感じるのは、やっぱり設計のヒントっていうのを何に求めるかっていうと、まあ物はあるわけですけど、やっぱりそのディテールとかから見えてくる設計のコンセプトっていうのを、なんかこう分かった時にはですね、非常にこう、ほっとするというか、一つ理解が進んだなって気がしますよね。ただ表面的にただ真似してるだけだったら全然前には進まないので、どっかでそういうものが汲み取れた時には、一緒だって気がします。体調打算は、設計者、なかなか難しいんですけど、そういうことをいろいろ積み重ねて、やっぱり経験するしかないのかなと僕自身は思ってます。結果まで見て初めてわかるんですよね。これが良かったかどうか。途中ではなかなかわからない。うん。それと先ほどデザインビルドの話が出て、ちょっと話はそれるかもしれませんけども、プロジェクトの報告書で石田先生がいろいろ歴史について書かれてて、その中で面白かったのは、当初も前田健次郎は基本設計だけなんですよね。うん、京都市の営善が実質管理をやってて、
それでかなりその実施管理の段階で改良されているというふうに報告書には書いてあって、まあ、これはなかなか面白いと。で、今回もそのデザインビルドなんだけど、現代のデザインビルドっていうのは果たしてそういう方向に行ってるのかっていうのが、非常に気になって、それは、実際に実設計と管理をする人の、またこれは、力量なわけですよね。コンセプトを読みながらいかにこう、さらに価値を上げるかっていう。それで、まあ先ほど青木さんのお話でかなりデザインビルドも有効であったというお話なんですけど、そこで、一般的にはどうかなっていうのが僕今、いろんなプロジェクトでやっぱり、役所発注のものはほとんどデザインビルドになってしまっているので、これからの建築の質というものを特に保存再生の場合には、最後まで見ないと、それから現場で出てくる問題っていっぱいあるじゃないですか。そこは青木さんはやっぱり、ある程度ボランティア的にどんどん突っ込んでいかれたんだというふうに思ってますけどね。そうですね。そのエネルギーっていうのは相当必要なんだろうと思います。それはね、だから普通の設計の時と変わらないぐらいって言ってもいいぐらいやってるわけで、ただそれが残念ながら参考図っていう扱いにしかならないっていうことですよね。だから、なんて、最終的に承認印を押すとか、承認サインをするとかではないので、提案していくっていう形になるわけですよね。だからかなり辛い作業ではある。ただ、まあ、たまたまなんて、たまたまって言い方よくないけど、そう一緒にや実際、実設計やってくれた、その昭和設計っていうところが、すごく熱心に、いいものにしようっていう気持ちは持ってたから、だから、ちゃんと叱るべきところに落ち着いていったなという気はしますね。でも、これはでも、それがたまたまだと思います。そういうふうになったのは。だから、なんかそれがしっかりと同じ方向を向いて進めていくよう、いけるような仕組みはいるだろうなと思いますね。だから、デザインビルドであっても、設計者の最後までやっぱり役割として、はい、でですね、そういうところはコントロールできるようにすべきだと思いますよね。はい、そう思います。そうしないと。今日は班長の方も来られてると思うので。ああ、そうですね。で、しかも、だから、かなり危険なやり方でね、デザインビルドっていうのは、ある意味で言ったらば、実設計以降はお金の問題も絡むから、そっちの意向通りになっちゃうでしょ。で、これはだからデザインビルドだと結局総工費が安くなるのかっていう、つまり総工費安くするためにデザインビルドをしてる節も多々ありましたけど。でも本当はそうじゃない。実際こう回収しながら設計する、作っていくっていうものは、壊しながら作る、考えるっていう部分もあって、そこはクロスオーバー、するので、設計と施工を完全に切り離すというのは、ある意味では不可能なんですよね。だから、それを噛み合わせながら、フィードバックしながら作っていくっていう問題なので、ある意味でお金は最初に決まらないんですよ。本来。そうですね。だから、そのお金に関しては、やっぱり、ある程度余裕、それから時間も余裕がいるだろうなと思いますね。あと、すいません。一個だけ、ちょっと、こう、何を変え、いかに作るかに関わることで少し、最後に聞いておきたいんですが、今回の京都市京都実験の場合は、何、こう、あまりコントラストをつけず、むしろ内までに新旧がないことになるような、やり方をなさった。で、花田さん自身も、こういうやり方がいいのではないかとおっしゃってるたわけですけども、一方で、非常にこうクリエイティブに、ものすごくこう新しいデザインをこう付け加えているにもかかわらず魅力的なものありますよね。新旧がこう対比、強く対比されているもので、しかしそれが非常にこう歴史的な建物をこう引き立てるようなもの。例えばヘルツォークのやり方なんかを見てるとそう思うことがあるんですけれども、いわゆる日本ではもう批判されるような式、腰巻き保存などと言われる壁を一枚こう取り付けて、しか歴史的な建物を残してないにもかかわらず、ものすごくこう、新しい、新旧のこう対比がなされていて、それによってかえって魅力的になっているっていうものも、やっぱりヨーロッパなんかに行くとあるわけですが、逆にそういうものが、どう思われるか、あるいはどうしたらそれでいいと思えるものになるのか、いかに作るかということに関わるかと思うんですが、青木さん自身は何か
まあ、多分ヨーロッパの方が増改築の経験が長いだろうなっていうのがまず直感的に思うことなんですよね。もう町自体、町を一個の建築として見てるところって結構あるから、そうすると町の中の一個建物を作るっていう時に、その周りの建物とか、その都市の雰囲気とかっていうことと無関係に作ることはないじゃないですか。うん、それは、要するに、増改築をし続けてるっていう状態なんだろうな、っていうふうに思って。だから、変えることに関してあんまり、こう、なんていうかな、コンサバティブじゃないっていうか、うん、前向きに変えられるところを変えちゃうっていうぐらいになるっていうところはあって、うん、それがうまいなっていうふうに思うんですよね。うん、それは、そういう力を持てるようになりたいなと思いますが、うん、でも日本でもでも昔の建築って結構ね、そういうことやってきてるんでしょ、うん、本来は。例えば、うん、法華堂だっけ、東大寺のとか、あれなんかもう、奈良時代だっけ、最初のは。7時代のものに対して、次に作ったのは鎌倉時代か、なんかでしょ雷道になるのかな廃道かななんていうの拝む方の。あれは、うまい、増改築だなっていう感じがして、その時に、多分、その前の時代にはなかったものっていうのが入ってるんですね。構造、抜きとかね。で、そういうものが入ってても、その抜きを、うまく元々のものと何かの調和を取らせようとしつつ全く違うものにしてるとか、そういうことやってきたんではないかなっていう気もしないではない。ただ、日本は残念ながらヨーロッパと比べると石じゃないからかもしれないけど、増改築はあんまり得意じゃないですね。まあ、花さん、今の同じ質問をちょっとすればどう思われますか？つまり、変えても魅力的なものがある。ああそうですね、まあ日本だとこうやっぱりもうかなりいろんなものが壊されてしまってる状況にあるので、なかなかその連続的な、継承作業ってこう実際には難しい状況にね、残念ながらあると思うんですよ、町が。でただ基本的にはその青木さんも今言ったように、その建築とか都市っていうのは連続的な存在物であるはずで、その新築とか増築とかいう言葉をつい使っちゃいますけど、仮に新築する場合でもね、その更地の上に何か新しいものを作る時でも、その土地をこう改変してるっていう意味ではリノベーションしてるわけですよね。だからなんかどこかでこう不連続になっている、何かを解体してで一旦ゼロに戻して新築しているわけではなくて、リノベーションをこう繰り返しているっていうのが、まあ人間のなんていうかな、建築を作る行為だと。神様が最初に宇宙を作って以降の人間の人工的な作為行為っていうのは全部リノベーションだと言えば言えなくもないわけですよね。でまあそんなふうに考えてくると、あの保存再生っていう行為っていうのはなかなかその理論的にも面白いところもあるなっていうのが、僕自身とか、まあ、数少ない経験の中でずっと思ってきたことなんですね。それで今日ちょっと話題変えちゃうかもしれませんけど、スライド用意してはいたんですけども、使う口であれすると、設計だとなんか言ってるもんで、気になってるんですけど、誤解されたら困るなと思って、お聞きの方の中にはいわゆる古建築の修理とか、まあ、いわゆる文化財保存に関わってる方も多かろうと思います。そういう方がこういう話ぶりを聞かれると、なんか設計者が勝手なことをするのを良しとするようにもし取られるとちょっと困るなと思ってて、今言ったようにその基本的には何かこう全て連続した行為なので、何百年もの前の古建築の修理であってもですね、青木さんがやってた近代建築の非常に斬新な
保存再生であっても基本的にはやってることが同じ地平の上にあると思うんですよ。あの古いものを何らかの視点で評価して変形する、同じ視点に地平の上に乗っていると思うので、なんかそのいわゆるこう なんていうのかなデザインを優先したように見えるものと古建築の修理みたいなもののもっとこう理論的技術的な交流みたいなものっていうのかな、そこにこう壁を設けないっていうことが、大事だし、すごい そこから何か新しいものが出てくるんじゃないかなっていう気が、まあ、してる。で特に古建築の修理をされてる方の本とかを読むと本当にある意味で例が出ますよね。何百年も経ってるような建物を元に戻すって言ったって元の姿のっていうのはいつの時代のものかっていうようなことが全くこう確定できなくって、各時代の改変に全て歴史的な意味があるとすると、部分部分をそれぞれの時代の姿に戻したらなんかある種のコラージュの状態になって、一度もこの世の中には存在しなかった状態の建物になってしまうみたいな、ちょっとこう SF 的な話なんかもいくらでもあるわけで、そういうことをこうなんていうのかな、町場のリノベーションを考える時にもちゃんと頭の片隅に置いてこう設計をしていくっていうようなことが大事だなと思いながら今日の話はしているんですというなんか展開みたいな感じなんですけど、ちょっとそれは申し上げておきたいなというふうに思いました。はい、すみません、ありがとうございます。もう時間が近づいてきてるんですが、ちょっとやっぱり最後に質問などをもう2、3、になりますけれども、ちょっとピックアップしたいと思いますが、もうないちょっと内容を意訳しますけれども、今、花さんがお話しいただいたので、まあ、ついでという言い方は、そうはないかもしれませんが、まあ、作家性をこう、なんていうか排除するっていう言い方するけれども、やっぱり作家性は消せないんじゃないかという趣旨の質問が来てますけども、作家性っていう言葉の意味と、や、方法っていうのをもう少し補足していただければ、可能でしたら、花田さん。僕ですか？私は、ね、花田さんです。作家性というものを消せるのか、それをもう少し。いや、だから作家性っていう言葉自体があまり僕は、いい言葉、だとは思ってないっていうか、あんまり使うあれもなくて、やっぱりこうと語彙と文法ですよね。そういうそうなんかパッと見でこの人の設計だなって分かるような語彙に頼ってるようなた頼るようなことだとあまりいい保存頼るような人だとあまりいい保存再生はできないんじゃないかなっていう気が、逆にいい保存再生を見てみると思うっていうようなね、うん、なんかだから保存再生されたものの結果とそれから新築をする時の考え方とっていうのの間にそういう双方的な関係があるような気がするということで、まあ、それは何かは残りますもんね。で痕跡は当然青木さんがあれを設計してるわけだから痕跡は残るので、作家性を消すとか消さないとかって話とはちょっと違う、あんまりそれを問題にしなくていいんじゃないかっていう気がしてるんですね。うん、ちょっとうまく言えてないかもしれません、それこそ言語化するのがなかなか難しい。で、うん、だからちょっと今日ロームシアターを例に挙げちゃいましたけど、あれも本当に素晴らしい元気のいい改修だとは思うんですけど、やっぱりあれは新築の論理で作られてるなっていう感じがちょっとするんですね。
まあ、保存再生っていうものの論理で設計されてないっていう感じがちょっとしますので、うん、その今言った行き来がないって言いますかね、うん、あのまあそんなようなことなんですけど、はい、はい、ありがとうございます。いや、むしろ実は質問は、花田さんへの質問は結構あると、ですけれども、青木さんのへの質問を見ておきますと、あの美術館の設計で最終決定は誰の意思で行ったかという質問と、それから、今日ご紹介し忘れてしまったんですけれども、今、美術館の館長でもいらっしゃいます。京都セラ美術館の。その、それは、美術館の建築家として設計、改修設計をしながら館長になるというのは非常に珍しい存在かなと思うんですけれども、これは何か、こう、まあ、メリットというか、なんて言いましょうか、こう、まあ、どういう意図で引き受けられたかっていう点、その二つ、いかがでしょうか。最終決定を、デザインの最終決定は誰の意思か。はい。まあ、まずは僕たちの中で、これが一番いいっていうことを決定するわけだけども、それで通るかどうかまた別の次元があるでしょ。で、ただ、今回の場合、京都市の方々も、プロポーザルコンペで選ばれてるから、プロポーザルコンペで提案した一番大元のもの、例えば、ここにはガラスリボンというものが必要なんだとか、こうスロープでこういうふうにするんだとか、で大きいところは、ベースに考えてくれたっていうのは良かったと思いますね。で、細かいところに関しては逆に、我々しかあんまり問題にせなかったかもしれないところもあるんですよ。だから、そういう意味で言ったら、ものによっては、我々が思い通りにいかないところもいっぱいあるけれども、大まかには、我々が決めたことで進められたんじゃないかなという気はします。館長に関しては、まあ、常々、ね、建物っていうのは、形っていうか、器、人の生活の器を作ってるわけですけど、器っていうのは中身があるから器の意味があるし、だから中身から器を考えるってことは必要だし、で、その形はどういう中身をもたらしてするのかっていうことも考えなくちゃいけないし、そこにはこう、王冠っていうのがあるわけですよね。だけど僕は建築家としては、その形の側から考えるっていうことをずっとやってきた。ただ、中身のことっていうのは全く無視したわけじゃなくて、逆に、中身との関係っていうのはずっと考えていたんです。だから、僕の仕事と今までと正反対のことをやらざるを得ないんですけども、中身から形へっていうのは建築家。で、今度形から中身へっていうのが、まあ、館長なり、その中のマネジメントに関わる方。その両方の立場をやってみると、方がいいのかなと思ったんですね。往々にして自分が設計した建物が、思った通り使われてくれないということは往々にしてあるわけで、まあ、それをある時期、館長をやることで、両方のこうフィードバックをしながら進めることができるんじゃないかなって期待があったってことはあります。なるほど。はい、ありがとうございます。田原先生の一つ、まあ、デザインビルドのこと、いくつか質問が来てるんですが。そうですね、僕も今、高専大にいますけど、まあ、実務設計者でいろんなプロポーザルの体験をしてきてるんですけども、ある時から、まあ、国のプロポーザルっていうのは人を選ぶということで、案ではないという方針になって、当選案も案は一切出ないですよね。だから、どういう案が当選して、プロセスの中で、実施設計のプロセスの中でどう変わったかって一切わかんないわけです。最初からそうだったかどうかもわかんない。それは非常に設計者にとっても、寂しいことなんですね。で、今回の場合は、京都市の場合は、プロポーザルでも絵がバンと出るんですね。当選案が。あれは僕非常にいいと思ってて。やっぱりそのデザインのインパクトっていうのは、絶対大きなものですよ。
だから青木さんの案内が最初出なくて、ただ、青木、西澤両名の案が当選しましたと言ってもですね、どういうものができるか、一般の人はわからないわけですね。だからそういう意味で、やっぱり今、プロポーザル、コンペっていうのはもう今あんまり、特に官庁では、これも建築家に対する信頼感の裏返しかもしれませんね。やたらお金がかかっちゃうとか、それで人を選ぶんだというようなことになってるわけだけど、やっぱりデザインのインパクトっていうのを、保存再生の場でももう一回ちゃんと認識すべきだろうと。そこに込められた精神っていうのはデザインの中でも見えてくるものが相当あるわけで、それは言葉と書類だけじゃダメですよね、やっぱりね。建築っていうのは。というようなことを感じました。それからもう一点、いつも感じていることは日本の建築界のややこしさです。ヨーロッパなんかの場合は、歴史とつながっていて、ロマネスク以来、綿々とこうつながってきて、モダニズムまで来てる。だから建築が歴史的なものを扱うときも、非常にこうスムースに入っていくわけですけど、日本の場合は伝統的な木造建築と、明治期以来の、ヨーロッパから輸入されたものがごっちゃになって、どちらかというと、大学教育を受けた建築家っていうのは、もうヨーロッパの建築で、育ってきてるわけですね。だからそういう日本における複雑な状況をどう解決していくかっていうのが、またもう一つ大きな問題としてあって、今日事務局やっていただいてるマルティネスさん、前にお話した時にも、どうしてヨーロッパの建築っていうのは、ああいう対比的なデザインをするんだという話をしたら、やっぱりその各様式の時代に建築家っていうのは育ってきて、現代の建築家っていうのはやっぱり現代の様式でやらなきゃいけないという気持ちがベースにあるというようなことを言われてて、なるほどな、それは様式の歴史の社会と、日本のような、もともとあった伝統自体がそれほど様式的ではないし、途中から全くそのヨーロッパのものが入ってきてる。それはやっぱり、大学教育の中でも十分考えていかないといけないなというふうに思ってますが、まだ糸口は見えませんけど、少なくともヘリテージアーキテクト教育っていうのは、そういうのを問題提起をしていくというのが、そのぐらいかなというふうに今、青木さんも花さんもこれからもよろしくご支援お願いしたいと思いますが、今日の、たくさん参加していただいている方の中にも、ぜひ、講義をしていただきたい方、たくさんいらっしゃると思うので、また今後ともよろしくご支援をお願いしたいと思います。主催者からはそんなこと。ありがとうございます。今のちょっと補足しておきますと、今年度から始まった社会人講座ですね。ヘリテージアーキテクト講座、高齢戦略の講座、社会人講座ですが、では、花田さんにも、毎回のようにですね、ご参加いただいて、ずっと、講師としてですね、参加いただいてコメントなどをいただいてきましたし、青木さんにもですね、プロジェクトという改修設計のですね、公表会に、講師として、参加いただいて、コメントいただいて、非常に有意義な、会ができました。まあ、そういう形で、この3人の方々はですね、ヘリテージアーキテクト養成講座に、関わっていただいています。今後とも継続してお願いしたいなと思っていますけれども、そういう講座があるということも皆さんに、最後にお伝えしておきたいと思います。また今年度、いや、来年度ですね、4月から、募集をして、9月の後半、末ぐらいからですね、人数は2、30人という少ない人数ですけれども、講座をやる予定ですので、ご関心ある方はですね、ホームページ等で、ヘリテージアーキテクト養成講座という名称でですね、ちょっと検索してみていただければと思います。もう終わりに近づいてるんですが、一つだけ、最後にですね、清水重敦さん、我々の同僚で、教員ですけれども、もし聞いてらっしゃったら、何かコメントをいただければと思いますが、いかがですか？今日どうもありがとうございました。本当は皆さんからお話いただけたらと思ってたんですけれど、なかなか400人を超える聴衆の方が お聞きになられていたので、なかなか皆さんの声を拾うことができず、そこは大変申し訳ないかなというふうに思っておりました。今日青木さん、花田さん、田原さんからお話しいただいた内容というのがですね、こちらの
の、まあ、意図通りというんでしょうか、ヘリテージアーキテクトっていうふうに我々が仮称しているものってどんなものなんだろうかということの方向性みたいなもの、ちょっと一端をかなりクリアに示していただいたんじゃないかなというふうに思いました。ただ一方で、花田さんから指摘していただきましたけど、これまでの文化財と何か大きく違うように見えるのではないかということを、まあ、これについても十分ディスカッションしていく必要があるなというふうに思っています。ですが、まあ、私今日聴衆として聞いていただけなんですけれど、文化財で守るべき本質、そして今日青木さん花田さんからこうお話しいただき分析していただいた内容の本質ってかなりつながってるなというふうに思いました。ここの部分全く違うよねとかですね、まああれは建築家の話だからっていうようなことをですね言わず、文化財保護の本質とは何か、あるいは建物を保存再生していくことの本質は何かっていうことをですね、我々は議論を深めていきたいと思っていますので、これがきっかけになってそういう議論が盛り上がっていくことを非常に期待しております。今日は本当に非常に面白い話、ありがとうございました。聴衆の皆様も今日本当に我々のシンポジウム最高記録400人を超える方にお聞きいただきまして大変ありがたく思っております。これからも、こういう企画を続けていくことになると思いますので、どうぞご参加いただきまして、一緒に議論を重ねていければと思っております。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。それではもう、予定の17時を過ぎて、おります。なんて言いますか、結論というものは当然、ないわけですけれども、少しこう、やっぱり、起点って言いますか、ちょっとこう、こういう歴史的建築物の改修に、どういうこう、規制で、あるいはどういう視点で取り組めばいいのか、そこにはでも迷いもあるわけだけれども、それをどういうふうに捉えていくのかっていうヒントを得たような気がしています。まだまだこれから、青木さんがさっきおっしゃったように、ヨーロッパは歴史が長いけれども、日本はまだこれからだ、私もそういうふうに同感です、これからこういう議論を重ねてですね、言語化していくということが重要かなと思います。花田さんは非常に、いろんな形で言語化していただいて、本当に、こう新しい視点をいただいたなというふうに思いますし、今後ともですね、こういうシンポジウムを我々としても続けていきたいと思っております。また今後ともですね、ぜひご参加いただければと思います。では、聴衆の皆様、長時間にわたって、お疲れ様でした、参加いただきましてありがとうございました。そして何よりもですね、青木先生、花田先生、そして原先生、長時間にわたって、議論いただきまして、ありがとうございました。改めてお礼申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。では、これをもちまして、今日のシンポジウム、保存再生学シンポジウム2020、閉会とさせていただきます。ありがとうございました。お疲れ様でした。